ペドロ・ロドリゲスは、メキシコのレーシングドライバー。1968年のルマン24時間レース覇者。会一で2勝を挙げており、2016年現在、メキシコ人唯一の F1 優勝者である。またスポーツカーレースでは、フォードで1968年のルマン24時間レース。1970年1971年に、ポルシェで、デートな24時間レースを制したのを、はじめ、 第一以上に実績を残した、弟のリカルドもレーサーであり、二人まとめて、ロドリゲス兄弟と称されることも多い。リカルド同様、メキシコ二輪、メキシコ四輪の両方でチャンピオンを獲得している。四輪に転向後の1957年、ペドロはポルシェで、リカルドはフェラーリで四輪の国際舞台レースにデビューした。1961年、ペドロより先に、 回一デビューを果たしていたリカルドが非選手権として行われたメキシコグランプリで自己死。ペドロは一時引退も考えるが引き続きレース活動を行った。1962年のセブリングインターナショナルレースウェイで行われた12時間耐久レースではスターリングモス、スティーブ・マック・イーン、イネス・アイルランドと共にチームを組んで参戦。その前座で行われた c c 以下の車に 限定された3時間耐久レースでは、オースチンヒーレースプライトマーク2にも載っていた。このエピソードは、カー SOS よみがえれ、思い出の名車シーズン3第3話で語られている。1963年にはロータスから、第1デビューを果たす。当初は、北米で行われる、アメリカグランプリメキシコグランプリへのスポット参戦が、主であり、1966年終了時までは、 K8 レースしか参戦していなかった。BRM 在籍時のロドリゲス1967年、クーパーに招かれたペドロは、開幕戦南アフリカグランプリで、初優勝。これ以後、会一でも、レギュラーとして活躍するようになる。1968年には、BRM から参戦し、第2戦スペイングランプリでは自身ベストタイとなる予選2位を獲得。第6戦フランスグランプリでは、 ファステストラップをマークした。1969年途中に、一旦フェラーリへ移るが、1970年には、BRM に復帰。第4戦ベルギーグランプリでは、クリス・エーモンとの争いを制し、自身2勝目を挙げた。この際の平均速度時速 241km は、回一史上2番目となる速さである。また、第12戦アメリカグランプリでは、2位表彰台を獲得。 もともと素質面において、リカルドの方が評価は高く、ペドロは、リカルドの2位という見方をされることも多かった。しかし、1969年頃より再評価を受け、この頃には、第1における、勝利、同時期のスポーツカーレースでの活躍等から、ペドロ自身が評価されるようになっていた。1970年以降、第1では、BRM、スポーツカーでは、 ポルシェのエースを担った。1971年も、ペドロは、会一において二度の入賞を記録するなど、奮闘していた。そんな中、ドイツのリスリンクでのヨーロッパインターセリエ第4戦、ニュルンベルク200マイルに参戦、乗り慣れた、ポルシェ917ではなく、フェラーリ 512M を買ってのものだった。しかし、レース中に、タイヤがバーストして、フェンスに激突するというクラッシュを起こし、 31歳で高いありがとうございます。